マナモック島はフィリピンのパラワン州東部スールー海にある島。島一つでバランガイと呼ばれる地区にもなっている。パラワン島とパナイ島の間にある空洋諸島のキニルバン諸島の一つである。マナモック島は空洋諸島の多くの島と同じく火山を起源に持つ。ほぼ円形の島であり、直径は3キロメートル前後、面積は合計516ヘクタールほどである。 島は珊瑚礁に囲まれており、海洋生物も豊富である。南西部に干渉の低い場所があり、この場所が証拠内に入れる船の大きさを制限している。証拠は干潮時に1メートル未満である。村落の近くに止められた漁船最高地点はイングリッシュ山であり、標高はおおよそ220メートルでトレッキングが可能である。島は基本的に漁業。 海藻栽培、農業などで自活している。5キロメートルほど北東にアマンプロが経営するパマリカン島が存在し、高落地となってから住民の多くがパマリカン島で雇用者として働いている。高落地化してからマナモック島や近隣の島の住民はパマリカン島で必要な食料や物資を供給するといった他の生計も生まれている。 20年間海域を保護するための合意と引き換えに、非営利団体のシーコロジーが、学校、地区役所、診療所などに、電気系統を提供している。島内の携帯電話サービスはスマート社が、イングリッシュさんにある電波等を利用して行っている。島内の郵便番号は5318である。島内の観光地下はまだ途中であり、自然と親しむことを目的とした。 観光客に向いている。踏み鳴らされた道から外れ、地元の人々と時を過ごすことを望んできた観光客に人気である。島の地域生活に興味を持ってパマリカン島から来島する外国人観光客が一定の数存在する。島内のカトリックの教会シノーケリングに向いており、ドイツの非営利団体 C ーイコロジーの協力で、 2002年に住民がマナモック島周辺に267エーカーの海洋保護地区を設置している。島内には地元の人たち向けの酒場とレストランが数軒あるのみである。天候は1月から5月にかけては乾燥して風の強い北東モンスーンが7月から11月は雨の多い南西モンスーンが季節を作っており8月や12月には サイクロンが襲来することが多い。2007年の時点で人口は2001人だった。島内は清潔で豊かであり、児童のための教育施設も充実している。主な宗教はカトリックである。ありがとうございます。